どちらかが投げてどちらかが打つって言ってたんですよ。パンパンなんだよ。ミニモン見せてやるよお前の俺。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。何ですかこれは。三四郎さんのですね、はい、密着カメラになります。ああ、密着カメラ。はい、そうなんですね。テレタマさんの。テレタマの密着カメラですね、はい。ありがとうございます。テレタマスペシャルナイターということでですね。はい、あれですね。テレタマを代表する三四郎さんに始球式をやっていただきます。ありがとうございます。はい、テレタマのね、その局にも行ったら、はい、渋沢解体新書 の、うん、あのポスターが病的に貼ってますね。すごいありがたいですね、押してくれて。階段1台につき1枚貼ってくれてますね。うん、そうです。すごかったですね、うん。ありがたいです。始球式、はいはいはい、これからなんですけれども、はい、ちょっとしたなんか企画もあるみたいで、その始球式に罰ゲームがあったりとか、はい、え、なんか結構珍しいタイプの始球式。ああ、そうなんですか。そのタイプとはちょっと違うんですか、はい。まあでもどちらかが投げるってことですね。どちらかが投げてどちらかが打つっていうシステムですもんね、これは。2人とも投げるってわけじゃないですもんね、これは。それは分からないです。なんで分かんないですか。伏せるって言って、なんで分かんない。伏せるって一応台本ある。あ、オッケー。そっちの方分かりました。筋肉痛なんだよね。別のロケで昨日あの海上保安大学校 の、 あの要は海猿、うん、海猿になるためのトレーニング、タッチ飛び2分間。すごい水深5メートルのプールで。そうそうそう、2分間。はい。重り2キロの重り持って。そうそうそう、このまま。あとまあカヌーをこうやって漕いだり今、うん、そうそうそう、ここパンパンなんですよ。そうそう、なんで昨日はそれか。その前の前の日ぐらいはなんかその遠投みたいなするようなロケがあって、かなりハードだったなこの1週間。だから今日あの午前中整骨院行ってきました。整骨院行ってもう仕上げてきました。やっぱ違和感がすごかったんで、今あのテーピングバッキバキですね、足。だからやばいっすよ。やばいっすよ。これしてますね。両方で。うわ。やばいっすよ。そんなボロボロな状態だったんですね、今日。ボロボロですよ、本当に。マジで。あ、それ、戻りすぎました。大丈夫です。大丈夫ですか？はい。すいません。なるし。一回なる。結構いい感じですけど、全然余裕で届くか届くでしょ。緊張はするんでしょうね、やっぱいざ本番となると、うん、投げといてよかった、マジでよかったですか。腕が回ってない気がしたんですけど。いや回んないですよこんなもん、本当にこんなの。これが精一杯です。いい音出してますね。いいですね。よし。わ、すごい。ドーム。えぐいな。気持ち高ぶってきました。はい。気持ちは気持ちは高ぶってきますね、実際。実際やっぱりテレビで見るの、いや圧倒的にやっぱ大きいですね。距離もめちゃくちゃあるから緊張してきたな。始球式を務めるのはこの方です。はい、どうも三四郎です。お願いします。お願いします。なんかまあ漫画怪我すなみたいな言われたんで、そうそう、投げる方のじゃなくて投げる方のですよ。投げる前の時の位置はマウンドは怪我すなって言われてたの。またまたみたいな感じで言ったの。いやマジで、ね、結構ガチでした。あ、そうなの。じゃちょっと投げるとき慎重になりますね。慎重になって緊張感が、ね、あるかもしれないです、ね、神聖な場だからね。届かないから前からやるわけじゃ絶対ないです。届かないからもありそうだな。絶対ないです。まあ、あのテレタマスペシャルナイターなので、テレタマポーズ、
上玉ポーズ。上玉くんのダンスっていうのがあるんですけど、はい、そのダンスからちょっと、はい、ポーズをですね、ちょっと、はい、あのこんな卵のこういうポーズ。あー、なるほど。あとですね、はい、ガッハポーズで、おー、この2つ、はいはい、これを、はい、まあ、手分けしてお二人で、あの始球式の前にやっていただけないかなと。一人一個投げる前に、投げる前にガハハポーズ、ガハハポーズとてるたまくんポーズ。これ爆笑につながるかな。これ説明がないとさ、確かに全然わかんないと思うんですよ。確かにじゃない、ふっかりしてました。ふっかりじゃない。緊張するんですか。いや緊張はしますよ。だって僕らのこと見に来てる人なんて一人もいないから。いや絶対そうですよ。だってやっぱり選手がメインなんで、そこは怪我さないように。今マウンド見られましたけど、どうでしょう。あー、でも実際見ると長いなというのと同時に、選手がね、なんかトレーニングしてたな。いらっしゃいましたね。僕らのこと見てめちゃくちゃニヤニヤしてた。つらいね。どういう意味のニヤニヤなんですか。いや、だから大丈夫かな。バカにされてんだよ、マジで。メニューも見せてやるよ、お前。投げる方が、はい、そうですね、必然的になんか僕ってなってましたね。なんでだろう、そう、打つ方が良かったな。やっぱ投げる方が、まあ、あさっての方向とか投げちゃうと、どっちだけだもんな、マジで。確かに、責任重大ですね。そうですね、怖いな。さっき軽く投げてみたけれども、届く絵が浮かばないよね。やばい、大丈夫かな。逆に相田さんはもし、はい、そういう事態が起きたらどうします。勝負なので、負けたくないんで、絶対振らないです。あー、いや、振れよ。そこは、勝負ってガチじゃねえから、これ。いや、勝負負けたくないから、これ。いやいや、そこは振らないとダメだよ。振らないで見逃しとかで、なんかもう粘るとかやめろよ。粘って3球、4球みたいな。もし届くようなことがあれば打ち返す、それだけです。ズバッとストライク狙って空振り三振。オッケー、お願いします。お疲れ様でした。あっという間だったな。あっという間でした。あっという間ですよ。神聖な場でしたね。そうだな。緊張してる感じが。緊張してました。そんな、いや、なんかあんまり見ない顔をしてるなと思って。あ、すごい。でも思った以上にね、お客さんとかもライオンズの選手とかもあったかくて、そう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 、レスポンスとかもしてくださったんで、うん、緊張してた。間緊張してたよね。あ、だからポーズ、言われたポーズやった？やったよ。あ、やった。全然わかんなかった。え、めちゃくちゃやってたし、抜かれてたよ。あ、そう、僕これやってたから。あ、そう、それもわかんない。お互い確認できないぐらい緊張しましたね。お互い緊張してた。全然やんねえなと思って。いや、あ、打つ前にやってた。あ、そうなんだ。あのポーズもなんか、アバウトだかわかんない。あと、バット持ちながらだから。なんだかわかんなかったな。改めて結果は、結果は僕が勝ち。あ、じゃあ荒森さんの人は僕が勝ちってなってるよ。はい、僕が勝ちってなってたから、振ったから、振ったからもう、うん、振らなかったら、だってもうあれはもう三四郎としての負けだからね。振ったら、あ、振らなかったらね。今のでもダメ。間違えちゃったら今ダメです。今のはもう振るしかない。いや、今のはちょっと間違えちゃったらダメ。あ、それで逃げちゃダメ。いや、本当僕勝ってますよ。いやいや、勝ちましたよね。いやいや、じゃあいいです、僕が負けで。じゃあモノマネ。じゃあ、で、皆さんに対してモノマネ。皆さん何のか、じゃあ振ってください。ああ、じゃあカブレラ。おぉ、うん、カブレラだ。ちょっとごめんなさい、もう一回言って。なんて言ったの？カブレラさんの。じゃあ違う人の方がいいか。違う人の方がいい。ああ、じゃあデストラーデ。オッケー。うん、デストラーデです。
オレスです、オレスです、デストラテです、カプレナター、ちょっと勘弁してもらえますか。カプレナターのシステム一緒だったこうやってやってちょっと近づいて自分の名前を言うって、うん、目がね悪かったですけどもすごいホームラン打ちますよ。もういいですか。よく立ってられんな。お疲れ様でした。いいですか。罰ゲーム、本当の罰ゲームだったんですね。罰ゲーム完了ということで、はいはい、わかりました。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。石毛さんの呼吸